島将は義弟宗坊を指示した。だが島将は帝位を望まず義弟宗官を擁立する。それは帝を刺殺してしまった罪の意識からか、あるいは大逆の後に帝位につくべきではないと判断したからか。この行動の真意はすぐに囚人の理解するところとなる。島将は将海当該らを引き連れ職の要将傭兵官に進軍。長年攻勢を受けていた職に対して反撃に出たのである。己の目的を見失い形骸化した戦いを繰り返す職を消す。そして三国時代をこの手で終わらせる。これが島将が亡き宗坊に誓った責任の取り方であった。亜職は天剣の地なりか。四方を山に囲まれ道は堰で塞がれている。なればこそ山を越えてくるとは思っておりますまい。自分は山中より隠蔽へ向かい生徒を目指します。急いだ方がいいですよ当該殿。ぐずぐずしていると私が傭兵官を抜いて生徒を落とします。肝に銘じよう。では生徒にて。さて始めようか。任せてください。死人の言葉に縛られているネクラどもに私が負けるはずもない。終わらせますよ全て。ここから傭兵館に進む道はない。崖に運転をかけて登るにはどう。
正式な相手ではなかったと。これは当該より早く精度につけそうだ。